日本時間の今日午前9時前、南米チリの沖合でマグニチュード 8.2 の大きな地震があり、チリ北部の沿岸に最大で2メートルの津波が観測されました。南米の太平洋側の広い範囲に津波警報が出されています。地震発生直後のチリ中部の映像です。津波警報を知らせるサイレンが鳴り、避難しているとみられる車が行き交う様子がわかります。アメリカの地質調査所によりますと、日本時間の午前8時47分ごろ、チリ北部イキケ沖の太平洋で大きな地震がありました。地震の規模を示すマグニチュードは 8.2、 震源の深さは20キロと推定されています。ハワイにある太平洋津波警報センターによりますと、チリ、ペルー、エクアドル、コロンビア、パナマの太平洋沿岸に津波警報が出されました。地震発生のおよそ10分後には、最大でおよそ2メートルの津波の第1波がチリ北部の沿岸に到達しています。